泉シンフォニエッタ大阪プログラムアドバイザーの川島元春です第48回定期演奏会地の絢爛2022年7月2日16時から住友生命泉ホールにて開催いたしますこちらの講演の内容につきまして解説をしていきたいと思いますクセナキス生誕100年ということでしてもう前半プログラム全部クセナキスで締めさせていただきました当団はかつて フレグラという作品を上演したことがございますけれどもまあ今回は大胆にもですね全5曲中4曲がクセナキスという演目になっておりますそして後半メインプログラムに伝えましたのがバルトーク2台のピアノと打楽器のための競奏曲こちらをですねあの私が編曲を担当いたしまして特別バージョンでお送りいたします実はこのバルトーク 前回の定期演奏会でもですね私編曲いたしました「還元学のための競争曲」「全曲」というのをですね上演いたしましたけれどもこのように2回続けてバルトークメインプログラムとして扱っているわけなんですけれども今回その「クセナキス生誕100年」ですねこの特集とこの「バルトーク」これを抱き合わせましたその戦いきさつはどういうことか。この2人をつなぐものといいますとまず最初に思い出されますのが「 数学的なな思思考ととということになると思いますえす、ー、バルトークという人はですねスコアの隅々に「ここからここまでは何分何秒だよ」とここからここまでは何分何秒だよともう全部秒単位で指示がしてあるわけですね、まあ、ですから、えー、各セクションごとの時間の、えー、比率とか配分を相当入念に考えていたに違いないということで、えー、それの研究というのはいろいろなされているんですけれどもレンドバイという 方の研究によってです、ねまあ、黄金分割比率ですとかフィボナッチ数列といった、まあ、そういったものが見いだせるのではないかということが取り出されまして、まあ、以来そのような見られ方をよくするのですけれども、まあ、実際ちょっとあの、まあ、本人がそれに言及している節はないものですからそうと断定はできないんですけれども、まあ、確かにそのような金星比時間的な配列の比というものが見いだせるのではないかと。 でまあ、いずれにしましてもまあ細かく計算まではしているわけなので、まあ、そういうことをです、ね、相当入念にまあ構築したんじゃないかと言われているわけなんですが、まあ、一方のクセナキスはです、ねえーまあ、そういったフィボナッチ数列であるとか、えー、黄金分割比率これは実はクセナキスがです、ね、パリに行って最初にそのル・コルビジェの建築事務所ですねこちらにです、ねまあ、入りまして、まあ、弟子入りしたといいますか。 まあそこでですね、その師匠のコルビジェがこのモデュロールといいましてそういったまあ黄金分割ですとかフィボナッチ数列ですとかっていうことを使って建築のデザインにするということを提唱するそしてクセナキス自身もですねそういった数学的な計算を得意としていたものですからコルビジェの提唱したもの以上のですね、非常に複雑なモデュロールを実践しているわけですね。それをまあ作曲の方にも応用すると。 そしてそこからさらに発展して、まあ、メシアンのところにです、ね、弟子入りしようとするんですがあなたは建築を通じてですね、まあ、数学の知見があるんだからそれを利用しない手はないんじゃないかと。 言われてどんどんんその数学的なな思考を発展させていくわけなんです後にはコンピューターあるいはですねさらにそれをこう自らソフトウェアの開発までをしてしまうというようなこの現代音楽の文脈でテクノロジーに関係した人はたくさんいるんですけど自ら研究開発をするというですねタイプの人はなかなかいないわけなんですが先端的なことを自分の手でそれを成し遂げたという非常にもう数学的な思考の働く方なわけなんです。でこの2人をまあそういうふういふに ない意味では非常に結びつくだろうということは一つですね。もう一つはですね、まあバルトークと言いますと東欧圏ですね。まあ当時あのまあハンガリーってまあちょっとこう広い地域をハンガリーと呼んでいたわけですが、まあそのエリアのですね東欧圏全体にまあルーマニアですとかまあ ブルガリアですとかそういったところも含めまして民謡あるいはその地域の音楽というものに取材するということまあ古代と一緒にそういうことをやっていたわけですけれどもまあそういった研究の成果をまあ存分に発揮して作品にそれを適用するということをしていたということはまあ周知の通りだと思うんですがそういうバルトークがいてそしてクセナキスはといいますとまあ特にその初期の頃のですね音楽といいますと非常にそのギリシャ民謡ですね といったたものに取材しし音楽からスタートしておりますということを考えますとバルトークの最晩年そしてクセナキスの初期っていうのは割とつながっているわけなんですね。ですのでクセナキスがバルトークが死後本当にそのつながるかのようにしてですね民謡に取材するというような創作を引き継いでいるとも言えるわけなんです。 クセナキスはその後ですね、まあ、一旦ちょっとこう非常に前衛的な音響体を作り上げることにま向かっていきますけれども常に民謡の素材であるとかあるいは古代ギリシャの音楽そういったものへの眼差しというんですねそういったことを忘れないんですね。 まですから、えま今回お聴きいただく作品群の中にもですねそういう要素を含んでいるものがありますので、そういったところからも、あのま後年のクセナキスにも反映しているま、そういうギリシャの民謡であるとか音楽っていうものに対する眼差しが反映していることが伺えると思います。ま、そういった意味でもまバルトークと通じるものがあるんじゃないかと思うわけですね。 えそもそもバルトークもですね、まあ、ナチスの台頭とともに、えー、それを嫌ってアメリカに、まあ、亡命するわけですねそしてクセナキスという人はその数奇な人生よく語り草になっておりますけども大、えーまあ、戦中ですねいわゆる第二次世界大戦中に反ナチ運動に対して、まあ、抵抗したそして終戦後もですね、えー、独裁政権のレジスタンスに参加すると。まあ、そういいったいろんな活動の中で、えーもうえーまあ たたまにあたってて左目をを失うととかか死刑宣告を受けて逃げるとかですねそういう数奇な運命をたどっておりますけれどもそのようにしてなかなかその、まあ、死刑宣告まで受けてますから本国にも帰れないというような時代を長く過ごすわけですがそうやってパリに亡命しそして活躍をするんだけれどもその中でですねそういうひどい目に遭いながらもですね祖国への思いを忘れない。 まあその点もまあバルトークと共通する点なのではないかなと思うわけですね。まあそういうその出字非常にその誠実な思いを経てですね、パリに行かざるを得なかったクセナキス、そういうことというのがやはり音楽にもとても反映していると言えるわけなんですね。クセナキスの音楽における非常に強烈な表現というものは。 まあやはりそういう戦争の体験というようなものがかなり色濃く反映しているのではないかと思うわけなんです。まあそういうふうな話を聞かされてもですね、まあ特にまあ、えー、私含めまあ戦争を知らない世代からしますと、まあ遠い昔の出来事という印象があったわけですけれども、ここに来てまあまざマザとそれを切実に、えー、まあ実感するような世の中になってしまいましたけれども。 2月25日といいますとウクライナ侵攻の始まって翌日なんですがその日井上光良さんがこのクセナキスのですね「ケックロプス」という第三ピアノ協奏曲を、まあ、日本初演する演奏会なさった後にですねこういうふうなことをおっしゃるんですね、まあ、リハーサルの中でもっと戦闘的にとかオーケストラに言ってしまうんだと、まあ、クセナキスの表現そういう要素がありますので、まあ、そういうことをまあより強調してくれと。 えー、言ってしまうわけだけれどもでもそれは舞台の上だけにしておいてくれ芸術はそのためにあるんだこのような発言をなさったわけなんですけれども、えーまあ、その時の状況も含めて非常に印象深い発言だったんですが、まあ、つまりそういう,こう戦闘的な表現とかですね、まあ、そういったことの経験の中で生まれる非常に過激な表現っていうものは常にやはり そういう出自の中でそれをまあ平和な舞台空間の中でですねまあ提示し続けることというのがまあ強いメッセージになっているんだと思うんですけれどもまあそういったことをですねむしろ我々はこういう音楽を通じてこれを舞台の中だけで体験できる世界をなんとか維持するということを考えていかなきゃいけないんじゃないかと思うわけですね。今ここそですかからののクセナキスの音楽しっかりと 目を見開いて耳を開いて向き合っていきたいと思うわけですが今回クセナキス4曲を演奏いたしますけれどもソロそしてトリオそして弦楽合奏そして室内管弦楽このようなさまざまな編成のものを取り揃えました最初に上演いたしますのがチェロの独奏で「ノモスアルファ」になります。この作品ですね 一番最後のところっていうのが、これどうやって演奏してるのかなっていうふうに思うわけなんですね。まあ2つのグリサンとしていくラインがま同時に聞こえてくるわけですが、これ普通に考えたら1人では絶対できないわけですね。で実際これあのまああの多重録音してるんじゃないかなというふうに思うわけですけれども、最近ですとこれを何とかぶその一人でですね上演するということを編み出す人が現れたりと。 いうわけで、まあ、このようにですね、まあ、非常にその難度の高いことを、まあまあ、およそ人間技とは思えないようなことをですね要求しそれを、えー、なんとかやりこなそうとするそういう人が現れるチャレンジするようなです、ね、挑むような演奏表現ですね、まあ、こういったところっていうのが、まあ、クセナキスがまさにそのオリンピック発祥の地である。つまり 人間の限界に挑む姿をめでると言いますかそういうことを争うようなそういうものの発祥の地であるギリシャの出身であるということと、まあ、無関係ではないと思うんですね、まあ、常に人間が限界に挑む姿を見るそういう表現極限的な表現ということが求められております。 その最後の部分以外もですね非常に密度の濃い難しい音楽が展開していくわけなんですけども全体的にですね、まあ、密度強弱持続時間まあ音楽の要素ですねでそういったものを、えーまあ、3次元の立方体のようなものに映し出しまして、まあ、それを時間内外で組織化をするというようなことをしていくんですが12種類さまざまな奏法が指定されておりまして、まあ、その中には 二つの弦をですね同時に弾いてちょっとずらすとうなりが出るとこうワン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 だとこれは一秒間に2回のうなりってことになるわけですけどこれをだんだん一秒間に5回まで伸ばしなさいとワン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 これで一秒間に5回ぐらいのうなりになってるねっていうこういううなりの変化まで厳密に寄付しているような表現ですとかそういったことを含む12種類の奏法があるわけなんです。 さまざまな奏法をグラフでいろいろ制御しておりましてそういうことをですね詳細にこれ本人の分析論文があるんですねグラフとか図とかもうずらっと並んで数式もいっぱい並んでるまあそういう分析論文があるんですけれども非常にその精緻なさまざまな数学的理論に基づいてこれが書かれてるんだよというわけなんですね。 でつまりそのさまざまな奏法が何らかのコントロールによって常にですねその時間的に配列されていくと聞いて一目瞭然この奏法あまた来たなみいなこと分かると思いますのでそういったものがこの時間の中でどのようにこう並べられていくのかそれにどのように奏者が挑んでいくのかというようなことをお聞きいただけるといいのかなと思います。ホルン・チューバ トロンンボーンの3人によります金冠三重奏による「リネアアゴン」という作品クセナキスという人はしばしば、えー、ギリシャ神話に基づく題材を扱っております、えー、かつて、えー、泉シンフォニエッタが上演いたしました「フレグラも」も、まあ、そういった題材だったわけですけれども、えー、この「リネアアゴン」はですね、まあ、リノスという音楽に長けた人がいてでこの人がですねアポロン神に向かってですね まあ私の方があなたより音楽が優秀であるというようなことを言って逆鱗に触れて殺されてしまうっていう、まあ、そういう神話があるんですけれども、まあ、しかしここではリノスそこをですねゲーム理論でリノス対アポロンの戦いをまあゲームで進行させていくという、まあ、そういうことをやってるわけなんですね。 これ1972年の作品ですけど、まあ、世の中にはまだ全然ボールプレイングゲームなどはなかった時代ですがまさにそういう,こう対戦型のゲームをアンサンブル同士でやっていくということをしながら次の音楽的展開を導いていくという、まあ、そういうまあ言ってみたら一種の不確定性っていうことをですねゲームを使いながら行うという、まあ、大変興味深い仕立てになっておりまして、まあ、リノス役のトロンボーン アポロン役っていうのがホルンとチューバのまあデュオこれどっちか一人っていうこともあるんですけども、まあ、そういう2組で戦っていきますで一番最初ですねあの、まあ、ともかく3人で助走が行われます、まあ、ここで、まあ、あのリノスがアポロンに反抗してるというシーンが描かれてるわけですね。でその後にですねこの先展開する、まあ、対戦の選択を行っていくんですけれども。 実はこのスコアに数の表が準備してあるわけですねでこの音を吹いたらこの数よこの音を吹いたらこの数よっていうことでお互いですねそのどの音を吹いてあの数かでこの数の列だとこっちの数字になるからあ負けるなみたいななるべくプラスにしたい方とマイナスにしたい方がいてそれのまあ数合わせでどんどんそのバトルを展開していく。 まあだから音を吹き合ってるシーンなんですがこれはもうある種ゲームが展開していますこれねそれによってですねアルファベータガンマっていう三つの対戦のスコアがあるんですけどもこれの演奏順が決定されていきますみんなこのゲームをしながらあアルファガンマアルファベータガンマガンマみたいにしてやっていくわけですねでそしてそのそれぞれが次にどどの 断片をやっていくのか対戦のスコアを見ていくのかっていう順番がこれで決定するでその決定した通りに演奏していきますしその何個例えば α が選ばれた β が選ばれた γ が選ばれたそれとですね割合によってその演奏時間が決定していくということになるんですね。はい、でこういったことをやっていきながら、まあ、途中ちょっとあの先ほどその「ノモス・アルファ」の話でも出てきた音を干渉させてうならせるっていうね まあそういう双方クセナキスよく使うんですけれども、まあ、それがまたここでも出てきます。でこの対戦自体も今先ほど説明したような感じで全部もう表ができていてこの断片やったら何点この断片やったら何点っていうのでこのお互いの列の中でどれを選んでいくかっていうことを試合としてやっていく。 これが3種類設定してあるわけで,す、ね、でまあ α がトロンボン体チューバベー β がトロンボン体ホルンでガンマがトロンボン体デュオですねホルンとチューバーのデュオ、まあ、これが全部ですからリノス対アポロンという構図になっているわけですでこうやってですねやっていくうちに勝敗が決するわけですねそれを計算している時間 に運命やいかにっていうような感じのこう音楽の部分がありましてここなんかはですねスコアにちゃんと調合がついてまして一種の調整音楽ですから古いギリシャの音楽みたいなものにどうも取材しているような音楽が展開します。そして最後勝敗をアナウンスされるわけですねそして勝利の歌とレクイエムという章で締めるというもう本当にそのまあ対戦をメインとした一種の物語が 最初から最後に至るまで描かれていくというそういうクセナキスの中でもかなり異色な作品です。はい、続いて原楽合奏のアロウラクセナキスといいますと一番インパクトのある出世作が1954年の「メタスタシス」という作品でして、まあ、ここでですね、まあ、グラフ思考、えー、グラフにスケッチしてそれがこう直線がいっぱいこう並んでいてですね、まあ、グリス・サンドの線 ってこうグリサンドの線をですねいっぱいこうグラフに描くわけですよ。それを重ね合わせますと何かこうこういったことをですねそれ,それこそこのコルビジェの下で、あで建築士としてもそういう設計を行ったりしていたわけなんですが、まあ、それをそのままスコアに適応するようなそういう大胆な発想でオーケストラの作品を描いたりしていたわけですね。そそれが非常ににの話題になったわけけですけども まあそういう弦楽手法実はですねグリッサンドっていうのを多用した最初の作曲家っていうのはバルトークなんですよね例えば弦楽重奏曲で四人一斉にグリッサンドをするなんていうシーンが結構あるんですけれどもまあそういうものの延長だと考えてみるとここでもまたバルトークとクセナキスの接点が見えてくるわけですねそういった弦楽手法っていうものをこのアロウラという弦楽ガスの作品ねもちろんグリッサンドがいっぱいこう掛け合うような テクスチャーからもも始まりまりすし他にもですねもう弦楽器の最高音域から最低音域まで駆使してあらゆる奏法が次々と出てきます先ほどから申しておりますうなりの演奏も出てきますしコルレーノっていうね木の部分で弦を叩く奏法であるとかさまざまな大胆な演奏法が次々と展開していきますけれども題名がですねこう大地っていう意味なんですよね。でですので まあ大地そのもののこうエネルギーというんですかね、まあ、そういったことが如実に感じられる弦楽奏者のですねもうエネルギーを最大限引き出すような、まあ、そういう作品になっているのではないかと思います、えー。クセナキス特集の最後の作品が「パリンプセスト」というこの題名の意味なんですけれども古代におきまして「羊、えー、皮脂」というものがありましたでこれがまあ大変こう高額なものだったわけですね。 そこに例えばまあ経典のようなものを書くんだけれども時間が経ってまあそのもう古くなってしまったものに関しましてはそのさらに上から上書きするというようなことがよく行われていたというわけですねそうすると奥の方にあるものっていうのはもうちょっとこうもう見えなくなっていたりするわけですけどそれをまあ後の時代にいや何が書いてあったんだろうってっていうふうにまあ解析すると、まあ、その他の下の層を解析するというようなこと、まあ、こういうようなことはまあ後年行われるわけなんです。 ここれ自体がパリンプセストとということなんです実は、ねえー、クセナキスはですから、えー、この作品を通じて、まあ、そういう複数のレイヤーを持つような、えーまあ、そういう音楽を実行しようとしたとこの、まあ、作品、まあ、1979年の作品ですけどもこの時代のクセナキスはです、ねえー、いわゆるこう樹形図といわれるアルボレセンスなんていうふうにもいいますけども線がいっぱいこう入り組んだ こういったものをです、ね、まず描きましてで彼独自のふるいの理論というものを使って選ばれたモードですね先方といいますけどオクターブを全部使うんじゃなくてその中でどれを使うかを抽出するんですねこれも彼独自の理論で抽出するでそれによってこの、まあ、入り組んだこのラインをそのまま音響化するということを行うわけなんですね。でそうしますと本当にその線がぐねぐねと入り組んだような こととを絡み合うよううよな音像というものが実行されます実はクセナキスこの頃こういうイメージを描きますと、まあ、インターフェースですね今でいうまスマートフォンとか iPad のようなタブレットのようなものとかそういったものにこうペンで書き込んだりってことできますよね。まあ、それと同じようなことができるようなものをなんと1970年代にして既に実行していたんですね。驚くべきここととですこれ U というんですすれうんけども ま、そんなような時代です。まあ、ですから、えー、ここで展開する音の姿というのはですね。まあ、そういうこう、本当にその直接描くような、えー、描画するようなイメージに直結するまあ、そういう音楽になっています。まあ、そして、ここではピアノと打楽器がソリスティックに扱われておりまして、で、このえ2つの楽器、そしてそれ以外の楽器があるということで、まあ、そこに複数のレイヤーってものが見えてくると思います。そうですね。この時代のクセナキス。 えー、結構、えー、パルスが明確なんですね。まあ、他の時代の、えー、音楽と比べますと、むしろ、まあ、分かりやすいんじゃないかなと思うんですよね。あの非常にその明瞭なリズム感の中で今申し上げたような複雑な線の絡み合いといものを描きます。えー、それぞれポリリズミックになってはいるんですけれども。 まあでも非常に打楽器なんか割り切ったリズム感で次々とこういったクセナキスのこの時代の特有の打楽器処方も含めて非常にアクティブな音楽が展開していきます。まあ、このようにですねピアノと打楽器がソレシティックに扱われる曲で締めるということが、まあ、この日のです、ね、後半のプログラム「バルトーク」の2台のピアノと打楽器のための競争曲。 っていうプログラムにそのまま伏線として据えられていると言っていいと思いますはいそして後半プログラム「バルトークのののの」の、ね「2台のピアノと打楽器のための協奏曲」ですけれどもこれはもともとですね2台のピアノと打楽器のための「ソナタ」これはあの打楽器奏者2名ですから40奏ですねそういうふうにして上演される「ソナタ」として作曲されました。 まあそれが1937年なんですけれども、まあ、その前年にですね弦楽器打楽器とチェレスタのための音楽っていうものを書いておりましてこれはもうバルトークのまあ代表作の一つになるわけですがこれを移植したパウル・ザッハという人の移植でさらにもう一曲書くということでここで実践したさまざまな打楽器の処方ですねこういったものをですねらに拡張させてこの「ソナタ」が書かれたわけですね。 それを実行したバルトークはその後ですね、まあ、先ほども言ったようにアメリカに亡命すするんですねそういったまあ,あのアメリカ亡命の年に競争曲版を作るとまあもともとのソナタにですねあのオーケストラを付け加えるような形で競争曲版を作るわけですけれども、まあ、それが1942年にロンドンで初演されましてその翌年カーネギーホールで アメリカで演奏されるこの時にまあ奥さんと2人でピアノパートを担当してバルトーク自身、まあ、アメリカの演奏をするわけですけれどもこれが生前のバルトーク最後の舞台となったというわけですね、まあ、そして1945年には亡くなるというわけなんで、まあ、そういう晩年のバルトークの、えーまあ、創作ということになってきますけれどもこのソナタ「そなた」 もう,名曲中の名曲もうおそらく世界中で毎日のように上演されてるんじゃないかと思いますけれども、まあ、そういう名曲中の名曲があるわけですがただこのコンチェルト版ですねなかなか上演機会がないといいますのも、まあ、やはり2台のピアノに打楽器も加わってっていう、まあ、コンチェルトの仕立て自体がなかなか大変だということもありますけれどもこのコンチェルトバルトーク自身のですねオーケストレーションは元のソナタの構造はほとんどそのままになっております。 でえー、時々ですね、まあ、ピアノパートがやっていたことをそのままオーケストラに転じてでピアノはそれ以外のことをやるというような場所もあるんですけれども、まあ、そういった場面っていうのはやはりそのフル編成の還元楽でやるととても効果的なんですが、えー、今回ですね、まあ、室内還元楽ということもありまして、まあ、そういう、えー、バルトーク自身が完全にオーケストラに委ねたピアノパートをもう一遍復活させているようなところも結構あります。 ですから原曲のソナタとバルトークが作った管弦楽版とのちょうど折衷案みたいな、まあ、そういったところを狙った、まあ、リダクションをさせていただきました第一楽章、まあ、一番長い楽章になりますけれども、まあ、とても遅くというところから始まってとても早くという主部に入りますそこではまあ急拍子のテーマですね これが展開していきます。しかしそれがもう非常にそのシンコペーションがありますのでなかなか特徴的なリズム感になっております。第二楽章ですね。バルトークは常にまあ感情楽章において「夜の歌」と言われるような独特な世界観を醸し出しますけれどもここでもそれが展開しています。非常にその印象的なのがこれの掛け合いとても興味深い部分が出てきます。 そして最終楽章は全体は、えー、ですからまあ明確な調整があるかというと、まあ、曖昧なところもありますけども、まあ、一楽章も三楽章もまあほぼ波長々の響きが、えー、鳴り響く、まあ、特に三楽章はそれが明確になりますので、まあ、非常に快活な音楽が展開いたします。はい、といったことでこの二台のピアノと高木のための「ソナタ」 ではなくて競争曲でもなくて室内還元楽版の、えー、その、えー、競争曲版っていうんですかね、まあ、それをお聞きいただくということこれはですねままたとととなないい機会となると思います、まあ、大編成の還元楽版もちろん素晴らしいんですけれども、まあ、若干ちょっとそのオーケストラがですね、まあ、厚ぼったくてちょっとこうパリッとしないなっていう、まあ、元のそなたの印象からすると聴き映えという点において。 むしろちょっとこう元のそなたの方がいいんじゃないかななんてね思うようなところがある部分があるんですがえなんとか今回その中間を狙いまして元のですねそなたの世界を損ねずにしかもその音色的なバラエティをえさらにその増すというようなことができればえひょっとするとまこれまで以上にですねこのえそなたの魅力をさらに引き出せるのではないかなと思っております。 名手たちによる競争曲クセナキスのソリスティックな音楽から室内管弦楽までの前半そしてその最後にはピアノと楽器がソリスティックに活躍する作品を踏まえたところの後半のバルトークという冒頭申しましたようにバルトークとクセナキスはいろんな点で接点がありますが。 演奏会全体を見渡していただきますすとですねソロに始まってこのコンチェルトに至るまでの「泉シンフォネッタ大阪のでさまざまな顔がだんだん編成を拡張しながら立ち現れてくるそんな演奏会になっていると思います。